はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、その他注目アルトコイン1、2、3、4、5、それとドル円の状況を見ていきたいと思います。今日が2023年の4月の3日月曜日、今が17時37分ということで、今日からまた新しい1週間が始まりました。今日の仮想通貨市場、特にビットコインはですね、直近で急反発しましたね。これは結構面白い展開だなと思っていて、その要因なんかも含めてですね、見ていきたいと思います。あとはニュースの方なんですけど、特に日本のこのニュースでかなり重要というかめっちゃ面白いなと思うニュースがあったので、今日はそれちょっとねテンション上げ気味で、お伝えしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして、相場分析と戦略構築やっております。トレーダー目線で注目のアルトコインをピックアップして分析したりしています。ぜひポチッとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今日の仮想通貨市場の動向を見ていきたいと思います。1点だけお知らせで、以前から言っているバイビットのね、USDT 1000 USDT 分のポジションを無料でゲットできるという、ものすごいキャンペーンやってるんですけど、これがですね、もうあと残りわずかとなってきました。あと4日ぐらいですね、終わるということになっています。このイベントに関しては新規のユーザーか、口座は持ってるけれども今までに一度も USDT 無期限契約のポジションを保有したことがない方が対象のイベントとなっています。こういうキャンペーン本当になかなかないので、もし興味があれば以下の概要欄からですねチェックいただければと思います。はい、今日の仮想通貨市場はビットコインが378万直近で反発してマイナスを取り返しましたね。イーサに関しても反発24万2000円付近で推移しています。その他アルトコインに関しても割と強い状況ということで、高値圏でちゃんと維持してくれているというのが今の状況かなと思っています。このあたりもテクニカルでしっかり見ていきたいと思います。じゃあ今日の株式市場の動向なんですが、日経平均また続伸しました。 0.52% の上昇で 28,188 円まで上がっております。これに関してはアメリカの利上げの長期化懸念が後退しているということで、直近のニュースでも上げたんですが、次の FOMC ですね、5月に開催されますけれども、そこで 0.25% 上げるかどうかで、上げた場合はもうそこでこう一旦ピーク金利をですねつけるんじゃないかというふうなことも言われていて、また年内利下げの可能性も予測している人も結構いるわけですよね。そういった意味でも今市場心理は上向きつつあるということで、結構楽観ムードが広がっているという状況はまだ続いているということが言われています。今日のアジア市場を見てもかなり堅調ですし、今欧州市場空いて1時間ぐらいですけど、これも軒並み上昇しているかなという状況です。先週末もナスダック、S&P、それからダウに関しても上昇していますので、ちょっとこの流れしばらく続くんじゃないかなというふうに見ております。そんな中で注意しておきたいのが今週の経済指標発表でして、めちゃくちゃ重要なものがたくさんあります。まず今日に関しては23時に ISM の製造業景況指数が発表されます。一応前回の 47.7 から若干低下する予想にはなっていて、一応50が境になるので、悪い見通しっていう感じではあるんですけど、そこまで大きな後退感っていうのは見られないんじゃないかなという予想になっていますね。それと4月の5日に関しては3月の ADP 雇用統計があります。それから ISM の非製造業景況指数、それから金曜日4月7日に関しては雇用統計ですね、非農業部門の雇用者数と平均時給が発表されると、それから失業率も発表されるということで、今回の雇用統計、非農業部門の雇用者数の変化ですね、これ24万人予想となっていて、前回も結構予想から乖離したんですけど、今回もなんか予想が控えめなんですよ。毎回控えめなんですよね。はい。で、やっぱり注目されるのは、もちろんここの雇用者数の変化もそうなんですけど、失業率だったりとか、あとはこの平均時給ですね。この平均時給は落ちる見込みとなっているということで、これはかなりいい感じの予想がされているということですね。で、これ落ちなかったらまたインフレ懸念っていうことになってくるので、そのあたりですね、非常に注目視されるんじゃないかなと思います。そしてこの4月の7日に関しては、アメリカも含めてですね、結構な国が休場なんですよね。そんな中なので、どういう動きになるかっていうのははっきりと予想ができないんですが、とりあえずは雇用統計においていい予想がされている状況ですので、ここから乖離するかどうか、予想通りでも結構ポジティブにですね相場は動くんじゃないかなと思ったりはしています。そんな中ちょっとね懸念されているのが、やっぱりアメリカのですね預金、金融システムの不安ということで、預金からですね MMF マネーマーケットファンドへの流れが止まらないということが言われているんですね。で、特に今アメリカの地銀とか、そういった小さな銀行からお金が抜かれて、割と安全な、投資先と言われている MMF へのですね資金流入が上がってきてるよということが言われているんですね。で、そうなってくるとやっぱりこの銀行の連鎖破綻ですよね。これがまだ、続く可能性があるんじゃないかというふうに見ている専門家も結構いるんですよね。で、鍵となるのはやはりこのアメリカの地銀ですよね。アメリカの地銀とかからの資金の引き出しですよ。預金の引き出しが続くかどうかっていうところで、これに関しては直近の動向を見ていくと、
預金流出に歯止めがかかりつつあるんじゃないかっていう記事も出ています。信用不安が後退しているということを FRB が発表しています。国内の中小銀行の預金残高が22日時点で5兆3864億ドルということで、1週間前から59億ドル増加したと。なので一気に引き抜かれていた状態から少し回復してきたんじゃないかっていうことが言われているんですね。なので一旦はアメリカの地銀がどんどん連鎖倒産していくっていう風な危機は少し脱出しつつあると、まあ、とはいえ急に大きな銀行が破綻するとかっていう可能性もまだまだね全然なくはない状況ですので、まあ、引き続き警戒はしておかないといけないんですが、まあ、そんな中でも株式それから暗号資産、まあ、リスク資産に関しては強く動いているという状況を、まあ、しっかり見ておかないといけないかなということですね。とりあえず暗号資産に関してはやっぱり目先まだ強気かなというふうに今のところは見ております。まあ、それも含め今週の雇用統計にはかなり注目が集まってくるんじゃないかなというふうに思っています。じゃあここから仮想通貨管理のニュースを見ていきたいと思うんですが、これがね非常に今日日本のニュースで非常にでかいニュースということで、まあメルカリがですねビットコインの取引開始しましたよね。で今日のニュースでなんと口座開設が10万人を突破したという記事が取り上げられているんですね。でしかも8割が暗号資産の取引経験なしって言ってるんですね。だいたい8万人ぐらいが取引やったことがない人で口座を開設したと。これはやっぱり暗号資産の認知が今どれぐらいの層まで広まっているかっていうところを表す一つの指標なんじゃないかなと思います。でまあ日本のね今人口1億人として、ビットコイン、まあ、仮想通貨を持っている人って数パーセント、まあ、5% 以下じゃないかっていうふうに今言われています。でこの数字っていうのはそこの保有数の数を格段に上げるぐらいのインパクトがあるっていうわけでは全くないんですけど、ただ全く暗号資産をやったことない方が気軽に始めようとしている今空気感であるっていうことは一つ言えるんじゃないかなと思います。で特にメルカリはやっぱ若い方使っている人多いと思うんですよね。あとは主婦とかなので、そういったコミュニティの中でこうビットコイン私買ってみたんだっていう話が連鎖していけば、日本の暗号資産の保有数もですね格段に上がっていく可能性もあるんじゃないかというふうにちょっと個人的な妄想をしている状況です。まあいろいろ喋りましたけど、一番はやっぱりこういう今空気感になっているよというところを一つ表す大きなねニュースだったんじゃないかなと思って取り上げました。でそのビットコイン市場はまあアメリカの金融不安の煽りも受けてまあ堅調に推移しているということで、まあ新たなまたですねこうシグナルが点灯しましたよみたいなニュースがまあ今日出ているんですけど、コインテレグラフジャパンのニュースですね。ビットコイン新たな強気相場へ向かうかということで SLRV リボン指標が示唆しているということなんですね。でこの SLRV 比率っていうのは端的に言うと、まあ、過去24時間以内に活動しているビットコイン供給量の割合を最後に活動してから6ヶ月から12ヶ月間経過した供給量と比較するもの、要は最近動かしているものと過去からあんまり動かされていないもの、この比率ってどうなってるかなっていうのを表す指標ということなんですね。でこれ2本の移動平均線で表されていて、まあ、SMA90 と、SMA30、これで表されているんですね。で過去の傾向見るとこの2本の、移動平均線がゴールデンクロスした時に強気相場が起こっていますよと、逆にデッドクロスした時に下降相場が訪れていますよと、まあ、そういう風なトレンドをですね示すシグナルとして用いるようなんですけれども、今完全にこれゴールデンクロスしてもうトレンドが出始めていると。でこの動き方っていうのは過去の上昇相場の、まあ、初期段階ですよね。そういったところに非常によく似ているということで、ここから新たな強気相場が生まれるんじゃないかっていうことをこの記事の中では書いてあります。まあ、その上でヘッジファンドの、創設者の方エドワーズさんっていう方は、まだまだビットコインは安いよということを言っているんですね。まあ、いろんなシグナルが点灯している中で、やっぱりここから底堅く動くんじゃないかっていうのが僕も今予想としてあります。直近でもねちょっと上昇しましたけど、そのあたりの要因含め今後の展望この後テクニカルで見ていきたいと思います。まあ、そんな中まだですね不安要素が残っているのがバイナンスということで、まあ、直近 CFTC アメリカの商品先物取引委員会から提訴されましたけれども、直近のコインデスクのニュースで CFTC だけでは終わらないだろうということを言っているんですね。一応今回は商品先物取引委員会、まあ、CFTC から訴えられているということで、その SEC が言っている証券だっていうところと食い違うよねみたいなところが結構クローズアップされているんですが、この中では黙っていないのは司法省じゃないかっていうことを言ってるんですね。なんで司法省なのか、結構えぐい内容がこう訴状に書かれていて、バイナンスの元最高コンプライアンス責任者のこのサミュエルさんっていう方、この方は同僚に多額の資金はマネーロンダリングに相当するためテロリストは通常少額を送金すると説明したということなんですね。でこのサミュエルさんの同僚はそれに対して600ドルでは、まあ、自動小銃を買うのがやっとというふうに答えたら、そのサミュエルさんはですねそんなことはまあ分かっていると。でバイナンスのマネーロンダリングの通報担当責任者の人はこれ悪いことだと分かっているけど目をつぶってるんだみたいな
ことを言ったらしいんですよね。でそれがまあ訴状に書いてあるということで、まあ、こうなってくると、司法省が黙っていないということを言っていて、本気を出した時にどうなるかというと、アメリカ政府はドメインを押収するということらしいんですね。ドメイン押収されたらもうユーザーはサービスにアクセスすることができなくなってしまうと。つまりアメリカが本気を出せばバイナンスは犯罪組織として認定されて、バイナンスを閉鎖させることができるということを言ってるんですね。もちろんこの訴状に書かれている内容が本当かどうかっていうのは今のところまだわからない状況ですけれども、最悪の最悪はバイナンスが本当に閉鎖するところまで可能性としてはあるっていうことはしっかり認知しておきたいところかなというふうに思っています。じゃあ最後に OA の状況なんですけど、直近ビットコインがですね、一旦 27,600 付近まで落ちていたんですが、強い反発で今 28,300 まで急上昇しましたね。これに合わせて OI はガクッと低下しました。なので結構ショートスクイーズがですね入ったような状況ですよね。まあ、直近の動向を見るとかなり下げそうでしたので、まあそれも仕方がないかなという感じになっています。その中で買い板売り板に関しては今拮抗していますかね。で買い板に関しては27,800付近まで厚くなっていると。で売り板に関しては29,000、それと上29,500付近まで厚くなっているという状況となっています。こういった外部環境を踏まえて今日の相場分析入っていきたいと思います。はい、じゃあまずはビットコインの日足から見ていきたいと思います。今のビットコイン 28,350 ということで、今回の日足もちょっと垂れてきていたんですが、しっかり下髭で切り返した。これ非常に強い。しかもこの高値圏で、ここから切り返したっていうのは非常に強いというポイントじゃないかなと思っています。まあ、そんな中で今のところ基本的には安値を切り上げている、高値も切り上げている。ちょっとね短期的にはね弱いかなって思うような動向もあったんですが、まあ、結局この 27,600 のこの水平線ですよね、これを守ったということで、引き続き反発という状況になってきました。で今の状況だけ見るとおそらくまた29,000付近の、まあ、高値ですね、まあ、正確に言うと 28,800 付近かなと思うんですけど、ここの高値付近までは試すんじゃないかなと思います。で今回試せば、まあ、より移動平均線がですね密集しているということで、サポート力は多分前回よりも強くなっていると思うんですよね。その流れの中で、28,800 を抜ければ3万ドルタッチも可能性として十分考えられるというふうに見ております。まあ、ただその先3万ドルに関してはやはり相当重たい相場になるんじゃないかなと思っていますので、一筋縄でこれを抜けていくっていう可能性はまあ低いんじゃないかなと今のところは思っているんですけどね。はい、ただその中でもやっぱり直近3万ドルへのタッチは現実味を帯びてきたんじゃないかなというふうに思っています。ドルに関してもちょっとね直近で反発で売られたりしていますし、ナスダックはやっぱり強いですよね。はい、こういった状況を見るとやっぱりビットコインに風が吹いてきているんじゃないかなというふうに思っています。でイーサに関しても直近でね反発して今1812ドルまで上がっていると。でここの 20MA 注目していましたけど、しっかりここでね反発したということも一つ評価できるポイントじゃないかなと思います。何しろイーサに関してはこの1680付近の水平線がめちゃくちゃ強いので、やっぱりこういったところの安心感も買いにつながっている状況なんじゃないかなと思っています。イーサに関しては週足で見てもやっぱり直近強そうな状況ですよね。これビットコインもイーサもそうなんですけど、コマが2週連続で出ているということで、一気に上昇した中で横ばいで上下錯綜していると。その中で下は固まっている、なので上に行きやすい、まあ、そういった状況は一つ言えるんじゃないかなと思いますよね。まあ、イーサに関しては以前から言っている通り引き続き2000ドルを、まあ捉えているということで、そこに向かって徐々に上げていくんじゃないかなと今のところは思っています。 XRP 直近吹いた後高値圏で、まあ、なんとか維持していると。今が51セント付近で動いています。一応この51セント付近も、まあ、高止まってなんとかサポートされたっていう感じなんですけど、ここも水平線引けますよね。以前のこの高値圏での頭打ちライン、これがちょうど50セント付近ですので、まあ、ここでしっかりサポートされているという状況です。で出来高も上がっていますよね。まあ、RSI 的にもちょっとダイバージェンス気味になってきたかなと思うので、まあ、ここから少し上値が重たくなる可能性は考えておかないといけないかなと思います。で 5MA も一応ね割り抜けましたので、ちょっと調整ムードかなと思いますよね。はい、その中で移動平均線たちはゴールデンクロスして今から本格的に上昇を迎えに行くと思います。多少下がったところでおそらく45セントぐらいまでが限界で、そこからまたサポートされて、まあ、60セントを試すような展開になる可能性は十分あるんじゃないかなと思います。まあ、その中で短期的にはこの51セント付近50セント付近の水平線を守れるかどうか、ここに注目しておくべきじゃないかなと思っています。でポルカドットはねこれ行きそうな感じになっていますよね。直近ここを作っていた三角持ち合いも今日のところで抜けましたかね。今のところ抜けています。移動平均線のサポートも非常に強くなってきているという状況なので、この上昇を
起点に直近高値 7.5 付近まで試しに行くような展開が、来ているんじゃないかなと今のところは思っています。はい、4時間足で見ても非常にいい形ですよね。ここで、まあ、明確にこの高値をですね抜けることができれば、まずはこの 6.後半 6.7 セント付近、そして最終的には 7.5 とか、そういったところも狙えるような状況となってきたんじゃないかなと思っています。チェーンリンクに関しても、まあ、直近強い強いと言いながらなかなかですねここの上ですよね、この 7.5 ドル付近これが試せれてなかったんですが、まあ、直近でもまたね、下がサポートされてまた上昇してきていると非常にいい傾向なんじゃないかなと思います。まあこれに関してはやっぱり移動平均線のサポートを強力に受けているということもありますので、最終的にはやっぱり、まずは8ドル付近ここを試しに行くんじゃないかなと思っています。同時に関しては一旦上行ったけど下がってきたということで、まあそれでも底堅い動きになっています。でこちらも移動平均線のサポートゴールデンクロスをこれから完成させに行くという状況で、直近この 20MA とのですね相性が結構いいというかねサポートされているという状況も確認されています。あとはここの水平線 0.075 ですね、ここの水平線もかなり効いているということからしても、まあやっぱり買っていきやすい状況ではあるんじゃないかなと思いますよね。目先は高値の切り下げがあるんで、まあ 8.4 セント付近ですかね、はい、ここを抜けるかどうか、まあこれ抜ければ結構大きなですね上昇につながる可能性は十分あるかなと思っています。それからカルダノに関しても、まあここ週末ですね2日間下げたんですけど、また40セントタッチしてきました。これはやっぱり強いかなと思っています。出来高もすごく上がってますし、移動平均線は今ゴールデンクロスを形成したという状況です。はい、でここの高値切り下げですね、まあ大体もう40セントから42セント付近で意識されたらいいかなと思うんですけど、まあ大きな目線で見ても逆三層の形を作っていて、やっぱこれを抜けるかどうかっていうのは非常に大きなインパクトを与えるんじゃないかなと思っています。まず抜けた場合はですね60セント付近に向かって、まあ、上昇していく。でそこを超えれば本格的な上昇相場に反転したと意識される可能性が出てきますので、今後もねやっぱりまずは40セント抜けるかどうか、ここに注目をしておくべきじゃないかなと思います。ステラルーメンに関しても大きく上昇して一旦下げたけれどもまた強く動きそうな状況ですよね。これに関してもやっぱりここの 0.1 ドルですね、はい、ここの水平線めっちゃ硬いし、移動平均線も下に控えているということで、まあ、そういった中で安心感もあり買われているんじゃないかなと思っています。今の状況を見ると短期的に調整されたとしても 0.1 ドルぐらいまで下げてきて、そこから移動平均線に乗ってまずは 0.13 とかその上でいくと 0.145 とかですかね、はい、そういったところまでやっぱり上昇を続けるようなですねチャート形状になっているんじゃないかなと思います。最後ドル円見ていくと、ドル円また上昇してきました。今が 133.4 ということで円安進行ですね引き続きという感じです。で上に関しては、まあ、以前も言っていたこの134.2 付近、これが結構明確な水平線として引けますし、あとここの移動平均線ですね、日足レベルの移動平均線も被っていて結構重たいポイントになると思います。はい、4時間足的にもやっぱりこの全ての移動平均線を抜けるポイントがまさにこの 134.2 付近なんですね。なので割と重たいとは思うんですが、この4時間足の上昇の過程を見るとこれは 134.2 も抜けていって、さらに円安、まあ、137とか8とかの水準が狙われるような感じになる可能性があるかなというふうに今のところは思っています。まあそれもこれもやっぱりこの 134.2 ですかね、このあたりを抜けるかどうかに直近かかっているかなと思いますので、ここが引き続き注目ポイントかなというふうに思っています。ということで今日は6通貨とドル円の状況を見ていきました。まあ、いろんな不確実な要素が外部環境ではあるんですけど、マクロを見るとですね、ただなんか全部がビットコインに追い風になっているような感じもしなくはないですよね。はい、ただまあ大きな暴落っていうのはそういったみんながね安心した時に起こるというところは、まあ、常にね、考えた上でトレード戦略考えていかないといけないかなというふうに思っています。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。明日と明後日の動画ですね、ちょっと僕が久しぶりに休暇をいただいて、まあ、旅行に行く関係で動画が上げられない可能性がありますので、もし上げられなかった場合はまた木曜日にお会いできればと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。